パトリック・エム・ボーマは、カメルーン出身の元同国代表サッカー選手。本来の発音は唇を閉じて、ム・ボーマとするのが正しいが、フランスで過ごしていた時代に誤って、エム・ボーマと綴られたため、エム・ボ,ーマ,とたたムボーマと呼ばれるようになったとされる。カメルーンのドゥアラで生まれるが、2歳の時に家族と共に、フランスに移住したため、フランスとの二重国籍。そのため、EU 圏内では、 外国人選手扱いにならなかった。代表では、カメルーン代表を選択した。パリのスタード・ドゥレストでキャリアをスタート、後にパリー・サンジェルマン FC に移籍。しかしレンタル移籍を繰り返し、あまり出場機会に恵まれなかった。1993から94シーズンにはサンブリーグの LB ・シャトールーに貸し出され、ここでは29試合出場17得点と活躍。 1995から96シーズンには一部リーグの FC メスに貸し出される。1997年に J リーグのガンバ大阪に移籍。圧倒的な身体能力とシュート力で強烈な存在感を示し、ガンバ在籍時には何話の黒表と呼ばれていた。開幕戦となった4月12日のベルマーレ・平塚戦で J リーグデビュー、浮き玉を巧みにコントロールして、 相手をかわし、強烈なボレーで、初ゴールを決めた。4月16日の横浜マリノス戦、4月19日の清水エスパルス戦と、開幕から3試合で4ゴールを決めるなど、年間28試合出場25得点の活躍で、J リーグ得点王を獲得した。また同年の J リーグオールスターサッカーでも、ハットトリックを決めた。翌、 1998年4月18日のカシレイソル戦ではハットトリックを達成した。カメリーン代表でもエースとしてフランス W 杯アフリカ予選で活躍し出場権獲得に貢献。しかし1998年に行われた本大会ではチーム事情により第一戦、二戦に守備的ボランチとして起用された。本来の FW に戻された グループリーグ第3戦のチリ戦で、ヘッドによる得点を決めたものの、チームは2分けいっぱいのグループ再開で敗退した。1998から99シーズンからは、再びヨーロッパに舞台を移し、イタリアセリエ A のカリアリア・パルマ、イングランドプレミアリーグのサンダーランドでもプレーするが、一定の活躍は見せたものの、本領を発揮することはできなかった。しかし、 カメルーン代表としては着々とキャリアを積み、2000年にはシドニーオリンピックにオーバーエイジで出場し、4ゴールを決めて優勝に導き、アフリカ年間最優秀選手賞も受賞した。代表の兄貴分としてサミュエル・エトーをはじめ選手にも慕われた。2002年フィーファワールドカップ日韓大会にも出場。しかし、直前に両足かかとを痛めてしまい、 本来の動きを取り戻せないまま、アイルランド戦での1ゴールのみ、チームは一時リーグ敗退に終わった。2003年からは、J リーグの東京ベルギー1969でプレー。今度は、公募により制定された愛称、ボマチャンで親しまれた。2003年7月16日予選 A グループ、第6節ジュビロ岩田戦では、ハットトリックを決めた。2004年のアフリカ選手権では、 得点王を獲得。2004年シーズンは膝の古傷が感知せず途中出場が続くようになり結局ベルディを退団しビッセル神戸に移籍するものの度重なる故障のため最後まで本来の輝きを取り戻せなかった。同年8月29日セカンドステージ第3節のアルビレックス新潟で決めたゴールは現役最後のゴールとなった。 2005年故障のため4試合出場0得点に終わり5月16日に現役を引退した。J リーグでは通算79試合48ゴール、J リーグカップでは13試合11ゴールの成績を残した。現在はカメルーン代表のアドバイザーを経て実業家として会社を経営。また2008年1月には MF 鈴木のりおがフランスのクラブチーム、 アンジェに短期留学した際のコーディネーターを務めるなど FIFA 公認代理人としての活動もしている。2010年9月 2022FIFA ワールドカップを日本で開催するための招致アンバサダーに就任した。ありがとうございます。